次のレッスンは B スタジオだから、アンズちゃんを探してから行かなきゃ。あと、資料を千尋さんにもらって。あ、プロデューサーさん！お疲れ様です。気づかなくてごめんなさい。お仕事の準備をしてて。私、最近、ようやくちょっとだけ、アイドルの生活に、アイドルの自分っていうものに慣れてきたんです。私なんか、まだまだちっちゃい存在だと思うんですけど、いろんなお仕事をさせてもらってるおかげかな。歌のお仕事も、テレビのバラエティのお仕事も、毎回、本番前は逃げ出したくなるくらい緊張しますけど、でも、どんなお仕事も、選ばれたからには頑張ろうって思えるんです。私、後で後悔するのは嫌だから。すみません。私なんかが偉そうに。次も、どんなお仕事か、楽しみにしてますから。今回は、どういうお仕事なんでしょうか。グラビアの撮影のお仕事ってことしか聞けませんでしたけど、その、みんな教えてくれないってことは、もしかして、怖い内容ですか？私、心の準備が、その、帰っても、あれ？今回の衣装が届いたんですか？真っ白なレースのウェディングドレス。ごめんなさい。あんまり素敵だから言葉が出てこなくなっちゃって。これが今回の衣装ですか？もちろん。サプライズ